何万だ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 お慈悲の一日でありました皆さんこんばんはだ何万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 ま何万だ何 えー、何万ダブ何万ダブとお念仏の中で、えー、お過ごしいただけたらと思います。えー、三願転入の2回目のご縁であります。親鸞上人がご自身の絵心を述べられているところは、化身土門類の最後にあります五女のおところであります、えー。ここしかありません。 ごじょの中に何万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 何472ページ注釈版の四百七十二ページの七行目上の番号百十八しかるに具徳尺の欄 と言われているところであります。しかるに愚徳尺の乱、剣人可能との鳥の歴、造業を捨てて本願にキス。と言われているところであります。ここだけしかありません。 二十九歳の時に比叡山をお出になられて京都の東山吉水の草庵に法然上人を訪ねて行かれたということが後に妻となる江心二様のお手紙に記されます百花日通って行かれて法然上人のお念仏のお祈りを 受けたまわって行かれたのが信頼承認でありましたその時に法然承人からご自分のお名前の一字釈空の空の字と同釈前あごめんなさい元空の空の字と同釈前字の同釈,釈の釈の字をいただいて釈空というお名前を 法然上人から頂かれたと言われます。同釈禅師というお方は？小道門を捨てて浄土門に入れと。少女二門問2半をなさったお方である。で、そのように法然上人は見ておられました。だから親鸞聖人が。 比叡山を捨てて法然上人のところにお越しになられたのあなたは聖道門を捨てて浄土門に入られたお方であると認められたお名前がシャックというお名前でありますそれを親鸞上人ご自身のお言葉で言えば造業を捨てて本願に キス造業というのは禅道大師が商業に対して造業と言われたものでありました原神科賞は諸行とおっしゃいます諸行を捨てて念仏一行にキス本願念仏にキス この造業を捨てて本願に帰すというのは小道門を捨てて本願の念仏に帰されたという内容であります。この内容を三願転入として表していかれるのが下親土門類の新門尺の結びの御門であります。えー、注釈版の 413ページ3行目ここをもってというところであります <laughs> 読んでみましょう <laughs> ここをもって愚徳尺の乱論樹の下義を仰ぎ終始の関係によりて 久しく万行書前の家門を入れて、長く宗樹林家の王女を放る。全本特本の新門に恵入して、一えに汝王女の神を起こしき。しかるに今ことに方便の新門を入れて、戦弱の眼界に転入せり。 速やかに、南寺王城の真を離れて、南寺義王城を遂げんと干す。渇水の誓い、誠にゆえあるかな。ここに久しく眼海に入りて、深く仏魂を知れり、取得を放射せんがために、信州の寛容を拾うて、 強情に不可思議の特会を少念す。いよいよこれを気合いし、ことにこれを頂戴するなり。何万だ、何万だ。何万だ。ここをもって具得尺の乱。論じの下義を仰ぎ終始の関係によりてっていうのが七構想のお尺によって、 久しく万行所前の家門を入れて長く宗樹林家の王女を放る <coughs> というのが第19願陽門を入れる全本特本の新門に恵入してというのが第20願の新門に入る一重に南寺王女の神を起こしきしかるに今ことに弘弁の新門を入れて 戦尺の眼界に転入せり、速やかに南寺王城の真を離れて、南寺寺王城をんと干す、下水の誓い、誠にゆえあるかな。ここで、十九眼の陽門を出て、二十眼の神門に入り、それをエニューという言葉で表され、 その二十丸の新門から第十八丸の先着の眼界に入ることを転入と表されて、十九丸から二十丸、二十丸から十八丸に入る三丸転入の内容を表されたものがこの五問であります。で、最初にいただきました。 ケシンド門類五条のお言葉から言えば五条では小道門を捨てて第十八願に入ると言われていた内容をここでは三願において表されるわけでありますだから <laughs> この三眼転入のご門は親鸞上人ご自身の維新の内容を開いて表してくださったものでありますが、うん、では19眼から20眼に入られたのはいつの時か比叡山のご修行の間であるか20眼から18眼に入られたのはいつの時かというそのご生涯に当てはめる ことはあままり意味がないいんだろうと思います親鸞聖人ご自身がご自分の絵心を語っておられるのがえご女の造業を捨てて本願にキスと言われたあところだけだからであります。でその内容をご自分の具道の歴定を三願神経という 第19眼、第20眼、第18眼の3眼において神経を見ていかれるその内容をいわばあ自らの具道の歴定に後付けていかれる。それはご自身が救いに遭うというのは自ら阿弥陀様の救いを求めたように。 思うけども実は阿弥陀様の願いに支えられて歩んできた愚道の道であったということをご自身の上で確かめておられるのがこの三願転入の御門ではなかろうかと思います阿弥陀様の三願を振り返らせていただきますと <laughs> この3つの願い第18願には「節川特別実報史上」<laughs> 史「紫心心業欲小学国内四十年脈無小弱小学」 唯一語虐、秘宝、消防と誓われ。第19巻には、節河特物、実法、発主条、骨褒大臣、主職、読、死神、骨眼、欲障学、臨終、十字、毛量、不要、大衆、異名、言語、人前者、赦、主障学と誓われてあります。第20巻には、節河特物、実法、主条、門が明後、懸念学国、直所、特本、 死神こう欲小が国不可衰者不守障学と誓われてあります。この三願だけ四十八願の中で同じように十方四条に対して欲小が国我が国に生まれんと思えと呼びかけられ その中に真と行とその訳が誓ってある。 第十八巻には、私神信,信行欲小我国の信と、内死十年の行と、脈愚少女、我が国に生まれることができなければ、私の国に往生することができなければ、私は奨学を取らない。と誓われてあります。第十九巻には、 たとえわれ仏を得たら二に、十方の主女、仏母大臣、主職毒の行と、死神、仏眼、欲小が国の心と、臨終従事、毛量不要、大衆異名、言語、人前者の訳が誓ってあります。これは臨終に迎えに来るという、 臨終来航の役であります二重眼には門が明豪懸念が国陸書特本の行と知心栄光翼少が国の心と不可推者の役が誓ってあります でこのように第十八眼第十九眼第二十眼にはそれぞれ「十方四条に我が国に生まれんと思え」と呼びかけながらその行進の因と利悪が誓ってあるのでこれを正陰三眼お浄土に生まれていく 3つの願いを誓われたんだというんで松陰三願と言います。親鸞承認はこの松陰三願の中に神経を分けていかれます。第十八願が真実である。第十九願はその第十八願に導き入れる方便の願である。 これをけと言います。真実に導き入れる方便のがんである。このように三がんに神経を見られる。のが信頼承認の特色であります。三がんに神経を見られる。阿弥陀様の 願いの中に真実の願いと真実でない方便の願いとがあるんだ。でなぜそういう願いを起こされたのかというとそれは第19がんは諸行往生を使われたがんである小坪大臣主職の いろんな伝言を行いなさい。すると我が国に生まれていくことができますよと、聖道門のお方が、この世で悟りを開こう、シの日照の訪問に対して、非ド特殊。 浄土に生まれてお悟りの身となるんだ聖道門のお方を浄土門に導き入れるそれが19番の自力諸行往生を誓われたものであるお坪大神主職読というのは聖道門の修行と同じご修行でありますでその同じご修行を誓っているのはなぜかというと なかなかこの世で悟りを開くのは難しい。だから浄土に生まれてお悟りの身となるんですよと臨終来光の訳によってお浄土に生まれていくそれは阿弥陀様がお迎えに来てくださるからお浄土に生まれていくことができるんだと。小道門のものも 浄土門に導き入れるのがこの十苦眼の働きである。その浄土門の中で諸行よりも最も功徳が多いのが念仏である。何万ダブ何万ダブという念仏一つで往生できるんだ。だから 一生懸命念仏を唱えなさいと勧められるのが第二十願の自力念仏往生の教えであります。それは諸行から念仏へと念仏一行へと転換していく働きであります。でその念仏一行へと転換していくのはなぜかというと。 たくさんの行をしなければいけないというと非常にまた難しい。なが、ナモアミダ仏一つでいいですよ。お念仏一つでいいですよ。あ、念仏一つでよかったんですか。何万ダブ、ナンダブ、ダブ。いや、むしろこれが諸行を行うよりも最も苦毒がある、苦毒のもとである。なんでそう言えるのかって言ったら、念仏はこの名号。 阿弥陀様のお悟りを開かれた徳がみんなここに収められてあるからだ。だから念仏は駆が満ち満ちているから、名も阿弥陀仏一つで往生できるんだと諸行を捨てて念仏に導き入れる。その願いが第二十願のお働きである。でこの 第二十眼の働きそれがあ諸行を捨てて念仏一つに導き入れる働きであるこれを三眼転入の語問では「え乳」と言われます。 この何万ダブ何万ダブ一つでよかったんですかと何万ダブ何万ダブ一生懸命念仏を唱えてこれでお浄土に生まれていこうと念仏を励んでいたらもともと名も阿弥陀仏は私が励んでお浄土に生まれていく行ではなかった阿弥陀仏が私のために選び取ってくださっ ののが本願の念仏であっただから、何万ダブ何万ダブ何万ダブっていうのは、私の方からエコーする行ではなくて、阿弥陀様の如来エコーの行である。それを他力。だから、他力、念仏往生。<laughs> この自力から他力に導き入れるそのありさまを転入と言われました。この諸行から念仏にはエニュー、自力から他力には転入。もともとエニュー転入というのはそんなに意味の違いがない。 言葉であります絵っていうのは「天」転転ずるという意味のも、えー、もともと「め、え、ぐ、ー、らす」「転じる」という意味ですから絵乳も転入もほとんど意味の違いはないんですが親鸞商人はこの「絵乳」といった時には同じ自力の中で諸行を捨てて念仏にいらしめる。 で転入というときには自力を捨てて他力に着せしめるというそのようなあ使い分けをしておられるのがこの三眼転入の御門であります。でなんでそういう使い分けをされたかというとおそれはあこの諸行を捨てて念仏に入る。 というのはあ、いわば自力のとらわれを奪う姿なんです。聖道門を捨てて浄土門にいるというのも、この世で悟りを開こうとしている聖道門を捨てて、私はこの世で悟りを開ける身ではなかったと、自らのありさまを そこに受け止めていくものでありますだからここで諸行を捨てて念仏に帰すということは自力のとらわれ自,自らを拠り所とし自らを根拠として歩んでいく仏道が破られていく姿であります。でも破られてもなおかつ自らを根拠として歩んでいく仏道というものは それは変わっていないんです。自分を根拠として歩んでいく仏道は変わってないけども諸行を捨てて念仏に帰す。でその何万ダブ何万ダブ何万ダブというお念仏は何かって言ったら何万ダブ何万ダブ何万ダブっていうのはもともとナモアミダ仏は私が 完成したものではなくて阿弥陀仏がその本願私のために選び取ってくださった仏道であった。だから先弱本願阿弥陀仏が念仏一行を選び取り それ以外の一切の行を選び捨てた。選手戦者の儀である。諸行を選び捨て、念仏一行を選び取った。それが戦略本願。阿弥陀様の願いの姿である。願いのお心に気づくときに、 念仏は私が行う行ではなくて阿弥陀様ご自身のお働きであった。だからこのないし十年千人っていうのはないしっていうのは数の限定をしない十年っていうのは床への念仏。 だと声でいいから我が名をいただく人生を歩んでくれよと阿弥陀様が大秘を込めて私に呼びかけてくださっているのが念仏だったんだすると念仏は私の行いではなくてそのまま阿弥陀様の大行大というのはこれは如来の働きを表しております 念仏は如来行である。何万ダブ何万ダブと、私の口に阿弥陀様が現れてくださっている仏行である。その名も阿弥陀仏、お念仏をいただいていることを思神心行欲昇我国で。この第十九眼は思神発願欲昇が国。 第20眼は指針エコー抑症が国。第18眼が,が指針診療抑症が国。親鸞上人が第18眼を指針診療のがんと言われる、これが教業証文類の新問類の標古であります。化身土文類の標古には、第19眼を指針発がのがん。 第二0眼を視神エコーの眼この三眼を真において対比して表されるのはなぜかというとこの十八眼十九眼二0眼の違いはどこにあるのかというと真においてあるんだでその真においてあるというのは心行と発眼とエコーの違いである。 だから心行と骨眼とエコーが違うと「心欲生が国」「心欲生が国」「心欲生が国」と同じ言葉が使われていても意味が変わってくるんです。十苦眼の「心欲生が国は」はこの「心」というのは心を致してですから一生懸命に骨眼願いを起こして。 浄土に生まれたいと思うことが四神骨願抑障学国。視神エコー抑障学国っていうのはこれも一生懸命に念仏をエコーして浄土にこれで生まれさせてくださいとするのが第二十願の四神エコー抑障学国であります。 ところが第十八眼の「死神神業欲翔が国」っていうのは何かというとこれは「神業という言葉がありますから「神業っていうのは「信じ喜んでいる姿です。阿弥陀様の代妃の行をいただいて阿弥陀様のお救いに疑い晴れておることを「神業と言います。 だからこの「指針というのは阿弥陀様の真実に恵まれ「翼商が国我が国に生まれんと思え」と代儀を込めて呼んでくださっている阿弥陀様の呼び声を聞いて必ずあなたの国に生まれさせていただきますという王女欠乗の姿が翼商が国であります。 だから同じ言葉を使いながら意味が転じられているわけであります。この真も大真である。大真、大というのはこれは如来の真。行は如来行。行は如来行。真は如来の真。 如来の大秘神だからこの芯も私が作り上げたものではなくて阿弥陀様の大きなお慈悲がここに届いている姿である念仏も私が唱えているように見えるけどもこれは私の口を如来が占領して 何万ダブ何万ダブと自らの呼び声を表してくださっている姿である。だからそこに現れてくる往生の生かも行が如来行神は仏神であるから大涅槃の仏化が開かれるんだ。このように 凡舞の上に仏様の働きが満ち満ちていることを表しているのが第十八眼のお心である。だから何万ダブ何万ダブ何万ダブとお念仏申しているのはそれは本願を信じ念仏を申さば仏になる。というその 第十八眼に込められたお救いの仏道というものが私の上に実現している姿である。あの、他力というのは何かって言ったら、他力ていうのは阿弥陀様のお救いのことじゃないんです。阿弥陀様の働きのことじゃないんです。阿弥陀様の働きが今私の上に実現していることを他力というんです。 阿弥陀様のおお救いををねつけておることと自力というんですだから自力というのは阿弥陀様の代妃の働きがすでにここに大神大行となって現れているのにそれを自分がやった全言を手柄にして往生しようとしているのが自力の計らいであります。 その自力の計らいを捨てさせるために阿弥陀様は19眼20眼を表して私たちにどうやったらその自力の計らいを取ることができるであろうか例えば赤ん坊が持ってるものが非常に危ないものだ危ないものを無理やり取ろうとすると赤ん坊は泣いていよいよ固く握り締めるからじゃあこっちの方がどうもいいよ って言って別のものを与える。同じ修行一生懸命修行しなくても何万だ物一つがそれがいいよ。こっちがどうもあの楽しそうだよ。こっちが素晴らしそうだよ。と言うて、もっと赤ん坊が気,気の引くようなものを与えると、今まで持っているものを手放すんですね。今まで持っているものを手放して与えられたものを喜ぶ。だから この自力の諸行、一生懸命修行して、お悟りを目指していこうという、その仏道、じゃあ,あ、やってもできない。いや、もっと素晴らしい念仏っていうのがあるよ。じゃあ、念仏を一生懸命唱えたらいいんですかあの 念仏を唱えるのも朝から晩まで唱え続けるって。日課何万遍。で、法然上人は日課6万遍。毎日毎日6万遍を念仏を唱えたと言います。晩年は1万遍を増やして日課7万遍。何いかに念仏が異行である、優しい、唱えやすいって言ったって、毎日毎日義務で。 例えば1万遍唱えなさいって言われたらそれはしんどいですよね。まあまあ,あのオリンピックで金メダル取るような方はあ毎日毎日このトレ,トレーニングしたらあいいですよって言われたらそれはやられるかもしれませんが私たちは毎日毎日例えば1万遍念仏を唱えたら極楽に行けますよって言ってできるかって言ったらそれは無理です。 いややってみられてもいいんですけど義務だったらできないんです。それが義務だったら続かないんです。そこに楽しみがあるから続くんであって。毎晩毎晩晩酌をされる方もおられるかもしれませんが。 晩酌はあれ義務で飲みなさいって言ったらちょっとつらいもんがありますね。やっぱり飲んだらおいしいって楽しみがあるから続くわけです。でまああのおまあ、まあ晩酌が、えー、うまい例えとは言えないかもしれませんが諸行よりも念仏がもっと楽しいよ。あこの念仏は私が唱えるもんじゃなかった。 阿弥陀様のお働きがここに届いていた姿であったという私の方から仏様に向かう仏道から私の方から仏様に向かう仏道から仏様の方から私に現れてくださっている仏道があったんだという 転換がが行われるのが第18の第お救いでありますそこに私の仏道でありながら私に用事がなくなる。私の心の状態にも私の体の健康状態にも用事がなくなる。あの今パラリンピックが開かれてますが。 パラリンピックを行ったら身体障害者の差別がなくなるかこれはなくなりません。決してなくなります何なんでか努力している人だから評価を受ける。金メダルを取ったから評価を受ける。メダルを取らない人には評価はない。努力しない人には評価はない。 生きててもしょうがないじゃないか。それは結局差別を解消することにはならない。寸分もならない。だってみんなやがて年取ったら体は動かんようになるんです。頭は働かんようになるんです。 じゃあ体が動けて世の中に役に立っとる時だけ大切にしてもらうのが当たり前動かなくなったらもう捨てられても仕方がないいや殺されても文句は言えないそういう世の中自体が間違ってるんだだから努力した人だけが評価を受けるという今のパラリンピックをどれほどしても 差別の解消にはならない。すべての命が平等である。仏様の前では皆如来の一人子である。仏様のまなざしからすると、かけがえのない大切な我が子である。我が命であると呼びかけてくださっているのがお念仏であります。だから何万ダブ何万ダブというお念仏に合わなかったら、 私たちはついに生きていく道さえ奪われてしまうんです。その危うさを教えてくださっているのがこの三眼転入の御門ではなかろうかと思います。親鸞上人がなぜ比叡山を捨てて法然上人のもとに行かれたのか。この阿弥陀様の19願20願 に導かれてきたっていうことをなぜ自らの愚道の歴史で言わなければいけなかったのかそれは自らをよりどころとする仏道っていうものは成立しないんだなんでかって言ったら不完全な人間が不完全な修行をして完全な悟りを開けるはずがないだから もし小道門で悟りを開ける人がいるとしたらそれはもともとお悟りを開いた仏様がその姿を表しておられるからだ。不完全な人間が不完全な修行して完全な悟りを開くことはできない。 だから私を根拠とした仏道っていうものは成立しないんだ。仏道というものは仏様を根拠とする以外に真実の仏道はない。それが真は如来の真であり行は如来の行であり生は如来の仏家である と表された第18眼のお救いであるこれ以外に私たちが生じを超える道はないそれを自らの歴定の上に表してくださったのが三眼転入の御文であります今日はこの三眼転入の御文の内容をご一緒にいただけたらと思います解読をしていただくのに 前回大を解読してくださいましたので今日は「出庫釈明」「偽装」「偽装」は「三眼転入」の5問の解釈「三眼転入」のこの5問にはどのようなお祝いを述べられてあるかということを論じていただけたらと思います。えー